はい、皆さんどうもこんにちは、リムと申します。本日もよろしくお願いいたします。はい、本日はね、男子の下着事情の第13回目をお届けをさせていただきたいなと思います。はい、この男子のね、下着事情のコーナーもう13回やらせていただいてまして、まあ毎回購入品中心にご紹介させていただいてるんで、ぜひね、コーナー展開させていただいてますから、チャンネル登録よかったという方はぜひグッドボタンを押していただけたらなと思います。ということで今回も購入品、それから一応年内ね、この男子の下着事情のコーナー自体は最後になると思うので、まとめ的なちょっとお話もさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ということでまず購入品からご紹介をさせていただきたいと思うんですけど、今回も以前何度かご紹介している楽天さんの中にあるそのカーリーショップさんというところで購入しております。いや、もうこのカーリーショップさんは価格めちゃめちゃ手頃で、デザインもシンプルなものからちょっとセクシー系のものまで幅広く揃っているんで、いろんな方にね、おすすめできるなということで何度もご紹介をさせていただいてます。で、今回も割とベーシック系のものとちょっとセクシー系のものと2種類それぞれ色違いも購入しているので、今からちょっとご紹介をしていこうと思います。はい、まず1点目、こちらボクサーブリーフですね、無地系の。まあ、色はね、ちょっと黄色で派手なものなんですけど、かなり透け感のあるサラッサラな素材になってます。で、こちらが自身は2色購入してまして、今の派手なイエロー、それからブラウン、ダークブラウンですね。まあ、このダークブラウンの無地とかってあんまりないかなと思ってちょっと購入してみました。まあ、色が濃くなればね、透け感もちょっと収まる感じなので、まあ、透け感を抑えたい方は濃いめの色。で、透け感をちょっと楽しみたい方は、薄めの色、お選びいただけばいいんじゃないかなと思います。まずカラーがこの10色あるので、本当にお好きなタイプのものをお選びいただけるのと、価格も495円で、送料込みです。なので、1点ずつ、お求めいただくこともできますから、非常にお買い求めいただきやすいと思います。素材に関してはナイロンポリウレタンで、生産は中国製ということになってます。で、サイズは M から2XL まで、4サイズですね、あるので、まあほとんどの方対応していただけるんじゃないかなと。よっぽど細身の方だとね、M サイズちょっと大きいかもしれませんけど、そこはご注意いただきたいなと思います。で、自身は身長が171センチ。まあ中肉中背で、まあパンツデニムなんかだと32インチがちょうどジャストぐらいですかね。L サイズで購入しております。で、L サイズの実測なんですけど、何も伸ばさない状態のこのウエストが34センチ。で、サイドのここの長さですね。これが17センチ。で、まあちょっとアバウトにはなるんですけど、股上ですね。股上が20センチということで、比較的クロールアイズのボクサーブリーフになると思うんですけど、まあ、そんなに極端なものではないので、形も含めてどなたでも履いていただきやすいモデルじゃないかなと思います。まあ、色に関してはね、先ほど申し上げたように、本当に好きな色、お選びいただければいいかなと思います。結構ね、値段も安いんで、サイズ掛けしやすいんで、色によってはね、ないサイズもあると思いますけど、まあ、ある色の中でちょっとお選びいただけたらなと思います。それから2点目。ちょっとね、サムネでも、使わせていただいてるこちらのプリントのメンズブリーフショーツ。いや、今回はこれがちょっと目について気になったので、先ほどのやつもちょっと一緒にまとめて購入してみたっていう感じなんですけど、いや、なかなかこのメンズブリーフでこのプリント、しかも花柄ってあんまりないと思うので、思わず購入したという感じなんですけど、こちらも同じく色違いでネイビーも購入してみました。だいぶ印象違いますよね。カラーというか柄が4色ありまして、価格が638円、同じく送料込みになってます。先ほどよりもちょっとね、デザインが入ってる分高くはなるんですけど、いや、これだけデザインが入ってこの値段っていうのもそうないと思います。今ご紹介した花柄以外に別のタイプの花柄とちょっと幾何学模様っぽいものとあるんですけど、いや、自身としては、この、やはり花柄がなかなかないなということで、この2色を選んでます。はい。で、これも同じく L サイズで購入してまして、
ウエストが伸ばさない状態で36センチ。で、このサイド、11センチ。なので、そんなにこう、えぐれてるタイプじゃないですね。で、バックの股上が約 24.5 センチということで、ブリーフの形自体としては、ベーシックな感じじゃないかなと思います。素材に関しては、こちらもナイロンポリウレタン。で、生産はこちらも中国製ということになっています。で、サイズが、こちらは M から XL までの展開、3サイズになりまして、自身が購入しているのが L サイズということになっております。はい。デザインっぽいブリーフ探している方には、ぜひおすすめしたい一枚ですね。これなかなか、ないと思います。いや、638円でこれだけのデザイン楽しめることはないと思うので、ぜひね、こういうの興味のある方は、ちょっと試していただきたいなと思います。はい、ということでね、購入品ちょっと紹介をさせていただきました。いや、それでこちらのコーナーって、ベーシックなものも、ボクサーブリーフも含めてご紹介はさせていただいてるんですけど、やはりどうしてもちょっとブリーフをね、なるべく紹介したいなとは思ってるんです。ただメンズブリーフをね取り扱ってるところ自体が少ないし、ユニクロさんだったり GU さんだったりとか、皆さん非常にねこう買いやすい店舗さんに行ってもなかなかボクサーブリーフしかない。なのでまあこういった値段が安くてね、オンライン含めてやられてるカーディショップさんみたいなところとか、まあ見つけたらその都度紹介していきたいなと思うんですけど、その下着って結構特別だと思うんですよ。で、自身の中ではすごく割り切ってて、実用品としてして使ってるユニクロさん、GU さんのボクサーブリーフもあるし、なんとなくその誰に見せるわけでもなく、自分だけ楽しめればいいって思ってるんで、先ほどみたいなその柄物のブリーフとか、前に紹介してるようなセクシー系の下着とか、まあそんなものも購入したりしてるんですけど、まあ結果でもまあ一番履くのはベーシックなブリーフが一番多いかなっていうのが結果なんですけど、ただ、その、今言ったように、まあいいんですよ。誰かにというか、見せるチャンスがある方は、それを意識して下着選ぶのももちろんありだと思うし、自身は別にそういうことではなくって、なんとなくその洋服に合わせて、その都度ファッションに対してね、その日の気分で、やはり下着まで選びたいと。もちろんソックスも含めてなんですけど、なので、まあそんな形で、下着選びをしていただけたらいいなってことで、このコーナーずっと続けさせていただいてます。例えば今日、真っ黒のスタイリングなんですけど、だからこのスタイリングに対して、何色の下着かっていうところで、例えば真っ黒のブリーフも普通に履くし、それが例えば白のブリーフになった時、それから今日ご紹介したような花柄のブリーフになった時、いや、そういうのって、もう自分自身の気分の問題だと思ってるんで、そのご自身のテンション上がればいいかなって思ってるんですよ。なので、いやいや、下着なんか選ばないよって方も中にはいらっしゃると思うんですけど、洋服が好きで洋服気使うんであれば、まあ下着まで、こう、ご自身のセンスでいろいろこう、選ぶ選択肢があった方が面白いかなって思うし、誰かに見せるわけじゃないからこそなんかこう自分だけの楽しみというか、そういう部分としてもいいかなって思って下着は選んでます。はい。なので、来年以降も、この男子の下着事情はちょっと、自身のね、欲しいものを探して、いいお店さんと出会えばまた、お店さんの紹介も含めてしていきたいなと思います。そう、だからね、最近はこの、今回紹介させていただいたカーディショップさんと原宿のそのパラドックさんっていうところで購入させていただくことが多いんですけど、パラドックさんはやはりかなり本気なセクシー下着系のものをたくさんやってらっしゃるんで、そのカーディショップさんとはまた違ってね、例えば同じレースの素材でもすごい凝ったものが使われてるし、デザインもすごい凝ったものが多いんで、値段もやっぱり2000円から3000円台とかのものが結構多いんですけど、いや、それでもあんだけデザインが入ってたら、そのぐらいしてもしょうがないかなって思うんですよ。なので、その、下着にかけていただくコストも、その、ご自身のね、スタイルに合わせて、いやいや、1000円以下のもので探したい。いやいや、3000円でもいいから、ちょっと凝ったものがいいっていう形で、こう、使い分けていただけばいいと思うので、値段が安ければいい、高いからいいってことではないと思ってるんで、どちらもそれぞれいいところがあると思いますから、その都度、
その気分と予算と合わせて選んでいただいて、下着も楽しんでいただけたらいいなと思います。いや、メンズレディース含めてね、結構この実用性の高い下着っていうのが世の中的には増えてるように感じるんですけど、確かにね、日常生活においてはそういう実用品もやっぱり重要だと思うし、そうなってくるとやっぱりユニクロさんとか GU さんとか縫製もしっかりしてるし、めちゃめちゃ長持ちするんで、まあそういう部分でのおすすめ感っていうのはもちろんあるんですけど、まあ一応ね、このコーナーでご紹介していくのはその実用性の方じゃなくって、もうちょっとこうファッション的に楽しめるものを中心に今後も紹介していこうと思いますので、ぜひ次回以降もご覧いただけたらなと思います。はい、ということで今年1年ね、男子の下着事情をご覧いただいた方本当にありがとうございました。通常はね、他の普通のファッションの方の話もしてますので、ぜひそちらもご覧いただけたらなと思います。はい、ということで長々お付き合いいただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。